こんにちは、速稼塾の久保です。隠居して5年、社会にはあまり関わらないようになってきたかなと思うんですけども、やっぱりね、興味は出るもので、毎日 YouTube ですとかね、そして Facebook、各種メールマガジンなどで世の中の動きっていうのは、捉えられるようになってるんですよね。まあ、ただやっぱりね、社会に離れてますんでね、いろいろと常識外れなところはあるのかもしれません。まあ、前置きちょっと置きましたけども、今回ですね、広島選挙区で河合案里さんが失職されたということで、予備選が行われるんですね。参議院議員を1人補充しなければならないということで、先日令和新選組の山本太郎さんが広島に入られて、令和新選組から公認を、公募したいということでございました。ちょっとね、どんな条件で募集しているのかホームページの方を見てみようかと思うんで、ちょっとこちらをね、切り替えさせてもらいます。はい、いかがでしょうか。こちらの方でね、これですね、広島選挙区再選挙候補者公募スタートということなんで、ここをクリックしてみますね。私としてはね、消費税が今度 15% に上がるみたいな論調で、財務省麻生財務大臣またね、こんなね、とんでもないことを言い始めました。それから、給付金ですよね。全世帯への給付金も結局実現しないまま、単なる選挙前の道具として使われる可能性もあるということで、非常に悔しいですよね。それからね、今回の河合案里さんに始まる河合克行さんのことですけども、広島をよくもね、ぶち壊してくれたなって思いがすごく強いですね。広島はもう完全に買収王国ですよ、本当にね。しかもね、金額が10万とか20万とか30万とか、せいぜい300万でしょ。そんな金額でね、なんで自分の貴重な表現を、一票を変えてしまうのかなと。しかもこれね、議員さんとして政治家さんとしてね、経験のある人とか人脈がある人ほどこれをやってるってところがどしがたいですよね。で、私なんていうのはね、もしかしたら多くの方と皆さんと一緒かもしれませんけども、何のつてもないし、政治家になるなんてもうこれっぽっちも思っていなかった。せいぜい私は今年町内会長やってるぐらいのもんですよ。全く縁がないわけですよ。いわゆる普通の人なんですよね。でも私たちみたいな普通の人がこういった選挙に出ないから、自分でね、いやいや自分なんて絶対ダメだよみたいな感じで、自分の自信や可能性を自分で否定してるから、それはね、思い上がった人だけがこういうところに出ていってむちゃくちゃなことをできると思うんですよ。で、逆にどうですかね、普通の人がこういった普通の人の代表として出ていく例ってあるんでしょうか。なんか地盤があるとか、組織票を持ってるとか、タレントで有名だとか、こんなね、特別な人だけが選挙ってものを立候補する、そういうふうな当事者なんですかね。もう誰でもない、誰だお前はみたいな人が出ていくことによって、もしかしたらほとんどの人は普通の人ですから、普通の人の普通の声が反映されやすい、そんな政治になったりしないですかね。で、河合案里さんなんですけども、はっきり言って当選してから仕事らしいこと仕事をしてないわけですよ。でも勤まってるわけでしょ。しかも仕事をするしないじゃなくて不正までしてるわけですよ。で、私をはじめとしてね、この放送を見ている方は、例えばね、国会議員になって一生懸命不正しようなんて思わないですよね。一生懸命買収工作しようと思わないですよね。じゃあそれだけでね、当選した河合案里さんよりはまともですよ、マシですよ、仕事できますよ。だからどうなんだろうな、誰でも応募してもいいような気がするんですけどね。一つだけですよ、勇気だけがいるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと募集要件見てみますね。2021年4月候補者公募、公募要領、令和新選組の要領基本政策に賛同し、その実現に向けて行動するもので、非選挙権を有する者、または選挙時に資格年齢を満たす者ということで、これは私の YouTube でもね、よく令和新選組のことをちょっと取り上げさせてもらってますけども、細かい基本政策までは知りませんけども、財政的にはですね、もう 100% 同意なんですよ。で、私はですね、令和新選組さんと、もしかしたらね、重ならないところとして言えば、私は生活保護をもうちょっとね、充実させたいなと思ってるんですよ。だからそのぐらいかな。だから、多分令和新選組さんの基本政策には生活保護入ってなかったような気がするんですけどね。だからそこかなと思いますけども、これもだから積極財政の一つですからね。で、何ですか、最低時給1500円。これも1500円って言っても、大した金額じゃないと思うんですよ。もっともっと上げないといけないぐらいです、政府が保障する最低賃金ね。要するに時給800円で働いてる人は
時給1500円上げるよみたいな感じで保証すればね、働く意欲も高まると思うんですけどね。もちろん労働時間とかバランスも考えないといけないですよ、それは。だから今のところちょっとね、ざっくりと時給1500円みたいなところに私は見えるんですけども、ただやっぱり900円とか1000円とかじゃもうねやってらんないですよね。特にこれだけ非正規雇用とかアルバイトパートさんが増えたところで生活支えられないですよね、そんな時給1000円とかでは。時代が変わったんですよ、やっぱり。そういうふうな報酬を上げることによって、なんかその少々物価高になっても買えるようなね、そんな所得を手にしていただいて経済成長するみたいな感じにしていければなと思うんですよ。はっきり言ってね、これね、多くの方の所得に合わせて商品の価格ができちゃうってことで経済縮小するばっかりなんですよね。なのにそこに強制的に物価を上げようとして思ってですね、税金重ねてくるもんだからむちゃくちゃになっちゃうわけなんですよ。私はそういうふうに考えてますね。だから令和新選組さんのもっともっと細かいところに私も知っていかなくちゃいけませんけども、大筋街頭演説で太郎さんが言われていることについてはもう全面的に私はその通りだと思ってます。候補者の選考、まずは書類審査を通過した応募者に面接があると。詳細は書類審査を通過した応募者に通知するということなんで、書類を作んなくちゃいけないんですよね。面接審査の結果合格と判断され総会の承認ね、このぐらいやっぱり厳しく見ないといけないですね。参院選広島選挙区において令和新選組の有資格者として登録されると、その後ですね、だからいろんな要素があると思います。やっぱり人前に出て喋れないといけないですし、ビビらない、おじけづかない、誠実である、いろんな要素があると思います。だからね、ある意味勇気があるっていうのは普通の人でも持てると思うんですよ。それこそ東大を出るとかね、大企業の社長であったとかどっかの役員でしたみたいな、そんな実績よりも勇気ってものは今日からでも持てると思うんですよ。でもやっぱりね、勇気ってのは本当にいるんですよね。じゃあ今の暮らしどうするとか、例えばね、議員宿舎に入るようになったら東京広島間のこの暮らしはどうするとかね、家族はどうするとかね、いろいろあると思うんですよね。申し込み期間がもう始まってまして、今月末までですね。で、応募方法、応募者は申し込み締め切り日までに次の書類を令和新選組の党本部まで届けてくださいということなんで、簡単に応募できるようになってますね。公認申請書、ファイルダウンロード、履歴書なんてね、大したことは書けないですけども、でも履歴書、戸籍謄本、住民票、応募理由の小論文、ですね。ここですね。はい、あと書類の作り方はそんなに難しいものではありません。まあ大学受験なり就職活動して、書類選考ね、会社の方に出したことがある方でしたら、で誰でも書けるレベルだと思います。多分この応募動機の小論文にしても800字程度の、これは入社面接でよく出てくるような分量ですから、それを今回用にしっかりと思いを込めてね、書けばいいと思うんですよ。だから肝心なのはね、勇気なんですよね、これ。例えばダメ元で出すっていうことにしても、それだけでも出せない人も多いと思うんですよね、思いがあっても。というのが、山本太郎さんの政策に賛同する人は多いんですよ。じゃあ一緒にやりましょうって言ったら急に減るんですよね、これは。だからそれはね、類に及ばず私もビビるところありますね。いつかは政治家をって思ってるような気持ちが私もないわけではなかったんですけども、急に来たかっていうよりも急にじゃないですよね。確かに河合案里さんが失職することはすごい高い可能性だったわけですよ。だからその後の予備選っていうのがあるんじゃないかってことに思いが回っていれば、もう行動をね始めている方もいらっしゃると思いますし、それからね、やっぱり私が悔しいなと思うのは、すごく一番の大きなね、なんかこう今回の注目してるのは、ここまであからさまなことを自民党がやっといて、広島県の中で自民党とか公明党として立候補するような、そんなね、なんていうか、ずうずうしい人はいるのかなと思うんですよ。どうですかね。それこそそういう人に投票する広島県民がいるとしたらね、広島に自民党とかね、公明党さんはちょっと分かんないですけども、
自民党が起こしたこのね一大買収事件に自民党の新しい候補者が立った時にね、それだけでも、どこなんかなと思うけど、そこに投票する県民がいるっていうのは何なんですかね。どうせね自民党が当選しても次も買収ですよ、まあ買収だろうと思われますね、だからなんか本当にね買収と無縁な、人がそこにね立たねばならんなと思うところでございますね、いやこれは何だろうね。まあちょっとあんまり動画長引かせると余計なこと言いそうなんで、この辺で終わります。さよなら。